ようこそお参りくださいました。本日はですね、喪中の神棚について少しお話をさせていただきます。親族が亡くなった時、家族は喪に服しますよね。そうした身内に不幸があった時は、神社へのお参りは、遠慮させていただくというのは、ご存知の方も多いかと思います。ではご自宅の神棚へのお参り、拝礼はどうしたらよいでしょうか。まず簡単にですね、喪に服する、仏器について、おさらいをしたいと思います。まず仏器の木というのは、個人の祭りに専念するということです。で、服はですね、喪に従い死者への哀悼の気持ちを表す器官を指していると言われております。これは地域や、時代、あと立場などによって、その期間というのは様々でございます。一つの目安といたしましては、神道のでは50日祭までを忌みの期間として、1年祭までを服の期間と考えられております。そして神社へのお参りや、神事の、再開というのは忌みの期間が終わった、50日祭後、50日以降が良いとされております。さてご自宅の神棚、親族が亡くなった時、どうすればいいのか、これもですね、あくまでも一つの目安を紹介させていただきます。一例を紹介させていただきます。身内が、お亡くなりになりますと、まず神棚にですね、その方が亡くなったことを報告いたします。仏名の神様のお力により、この世に生を得て、お恵みを受けて、生涯を過ごすことができたことを感謝申し上げます。その報告の後はですね、多くの場合は、神棚の前面にですね、半紙、このように紙を白い紙を貼ります。そして忌み明け50日祭が終わるまで、しばらくはですね、神棚の拝礼を遠慮いたします。また半紙の代わりにですね、屏風などを建てるということもございます。加えてよくある質問ですが、この忌みのですね、間に、年末年始が重なって、神棚にお祭りする新しいお札、お祭りすることをですね、遠慮なさる方もいらっしゃいます。ですが、神棚のお札は毎年新しく変えるのが本義でございます。新年の初日の出を拝むがごとく、その年ごとの新しいお札を受けていただければと思います。なので忌みの期間が明けてから新しいお札を受けて、神棚にお祭りをして日々の拝礼を再開しても差し支えないかと思います。これはですね、あくまでも一例、一つの目安でございます。